こんばんは。どうもこんばんは。フェスタ、ダメだわ。どうしようかな。静江っぽいんだけどな。あれちょっと待って。あれって言って、あ、報告だと静江になってんだけど。みんな静江ってこんなんだったっけ。変わったな。筋トレした？筋トレしたか、静江。あぶねー。これ静江か。いやあぶねー、当たった。静江ね、筋トレ頑張ったら、静江頑張ったらこんななんの。え、戻るか、あいつ。結構高さはあるな。あ、倒せる。お前の戻れんだな。すいません、お前低くなりましたね。なったね、なったね。こんな低かったっけ。魔改造を受けてない。毛並みもなんかちょっと硬そうだしさ、発火してるしさ。あれちょっとあれあれ、元に戻った。僕の知ってる静江さんだ。よかった、無事戻ってくれたんだ。ダイエットしたね、静江さん。あぶね、ラッキー。静江と相性どう？うん、クラウドビューリぐらいだと思います。わーお、さっきのは着ぐるみ説。着ぐるみでかすぎんだろ。あぶねー。あ、受け身取れました皆さん。ナイスー。これは倒せる。劇的ビフォーアフターだったね。最近友達がスマブラ始めたので、とりあえず静江を進めておきました。なんでそこカズヤとかスティーブ進めないんですか。カズヤとかスティーブ進めたらいろんな意味で幸せになれたかもしれない。遅めのキャラの方が使いやすいですからね、最初の方とかだとね。マネさんから見てスパーゴっていわゆるディフェンディングチャンピオンの立ち回りとか、じっくり横綱相撲ができないように見えたりしますか。どういうこと。スパーゴは間違いできないか、できるかできないかって話。できるんじゃないですか。多分その時のコンディションとか相手キャラにも寄ってくると思うんですけど、結構スパーゴ待ってること多いですよ。あの、一定の距離までは攻めるけど、それ以降攻めずにその距離をずっとキープし続けるっていうこと結構やってますよ。まあ、それが待ちかどうかは人によってか印象変わってくると思うけど、僕はあれ待ちだと思ってるから、そういうこともスパーゴはできると思う。こんばんは。残業でオフではなくスマメイトするしかないです。いいんじゃないの、スマメイトで。スマメイトができれば十分さ。なんか仕事とか終わった後に数字をかけてスマメイトとか VIP するのがしんどいっていうのは気持ちはでもめっちゃわかる。心がすり減るというかね。勝っても負けてもすり減るのはわかる。だから多分考え方としてあんまりよろしくないけど、なかなか続けられないから、レートをなんかもうちょっと軽く見る工夫とか考え方した方がいいですよね。負けたら辛すぎますあんだけ勝ってる赤田先生も辛いらしいぞ。みんなそらみんなも辛えよな。あんなにレート持っててもやっぱ負けるときは辛いらしい。そりゃそうだ。でも僕たちは向き合わないといけない。いやあ、危ねえ。よし、じゃあ今日間に合わんかった。うん、ゼルダ、ゼルダっすね。相手はゼルダ。ちょっと乱暴にも見えるけど、このゼルダ。
いや、うめえ。まあまあよし、ゼルダになら無知でしばかれてもいい。じゃあみんな、このゼルダにしばかれたらどう？今画面に映ってる人に無知でしばかれたら嬉しい。嫌ださっき君たちゼルダって言ったやんか。まあ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 じゃねえ。これでわざと当たる。当たるんか今の。あぶねー。ナイスナイス、いい判断、今のは良い。お前に俺は倒危ねえ今。痛い。まあ試行回数ですね。何回かやってたら当たるよね。お前に俺は倒せない。当たらない時もあるけど、やっぱ見せとくとやっぱいいですよね。当たったらラッキーだし。うまよーし、我慢勝負最後までできたぞ。これは自分を褒めたい。あれさ、いつも我慢できずに攻めちゃって余計にダメージ食らってってやっちゃったけど、今日は良かった。